8月19日、2016年の今日は石破茂元防衛大臣がシンゴジラについて発言した日です当時防衛大臣であった石破茂さんは公開中の「シン・ゴジラ」について自身のブログを更新劇中で自衛隊に防衛出動が下されたことに対して疑問を呈しました 76条ではは武力攻撃をを加えてくるる体を国国または国に準ずるものと想定している防衛は出はせない劇中でも議論されていた法律に当てはめるとゴジラの討伐には鳥獣駆除として自衛隊は出動するべきであるというのが石破さんの見解のようです明らかに鳥獣サイズではないゴジラに対して駆除出動する自衛隊この辺りは虚構対現実のキャッチコピーよろしく 虚構の演出が入っていたのかもしれませんね。